皆さんこんにちは。健康推進課の谷口です。皆さんは忙しい年末年始が過ぎて疲れが溜まっていませんか？今回の伊賀ニンニン健康プロジェクトは、町の講師として活動されている奈緒さんに、寝る前におすすめの簡単リラックス法について教えていただきます。奈緒さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜ寝る前におすすめなんですか？気持ちよく眠りに入るためにはリラックスすることと体の状態が整っていることが大切なんですよ。そういえば疲れているのになかなか寝つけないということがあります。そういう時はリラックスできていないのかもしれませんね。今回ご紹介する背中のストレッチと足のセルフケアは、リラクゼーション効果と疲労回復の効果が期待できますので、ぜひ試してみてください。簡単にできますので、皆さんも一緒にやってみましょう。それでは背中のストレッチをしていきましょう。まず座って膝を立てます。手をすねの上に添えてください。体を前に倒していきます。背中が丸くなった状態で呼吸をしていきます。吸う息で背中が膨らんでいくのを感じていきましょう。息を吐きます。体の中を空っぽにしましょう。ゆっくり深呼吸を繰り返します。3回から5回くらい行いましょう。いかがですか？肩や肩甲骨周りがほぐれて楽になります。次に足のセルフケアです。やってみると足がとても軽くなりますよ。違いがわかるように、まず片足だけやってみましょう。足を伸ばして座ります。手は肩の下に置き、背骨を引き上げるイメージで伸ばしましょう。足を揺らします。膝をパタパタ揺らしましょう。足を大きく回して円を描きましょう。床すれすれまで足全体を動かしましょう。次に膝をほぐしていきましょう。両手の親指を膝の上に添えて揉みほぐしていきます。次は手をグーにして太ももをほぐしましょう。前ももと外側が張りやすいので、好きな力加減でグリグリとほぐしていきましょう。ここの手のひらの付け根でほぐしても気持ちいいですよ。自分の心地よい加減で進めていきましょう。最後に両手の親指を足の付け根に当てて、軽く押しながら足を揺らします。詰まっている老廃物を流していくイメージで行いましょう。それではケアした足としていない足の重さを比べてみましょう。まずしていない足の重さを比べましょう。していない方の足を上げたり下げたりしてみましょう。重さはどうですか？次に今ケアした方の足を上げ下げしてください。していない方の足と比べて随分軽く感じると思います。それでは反対側も同じようにやっていきましょう。いかがでしたか？どちらも簡単にできますので、皆さんもぜひやってみてください。奈緒さん、ありがとうございました。足がすっきりしてリラックスできました。疲れが取れてゆっくり眠れそうですね。私も毎日寝る前にやってみたいと思います。それでは次回の伊賀ニンニン健康プロジェクトもお楽しみに。